悶絶するうまさ、北海道ならではの北海丼を作ってみた。材料は北海道サロマ湖で獲れるエゾバフンウニとサロマ湖周辺で捕まえたエゾシカのロース。ロースにはハーブ入りの塩を振ります。ニンニクを刻み、ごま油で外側をしっかりと焼きます。アルミホイルに包み余熱で火を通し、肉をお好みの厚さに切ります。すべての具材をご飯の上に盛り付け、肉の部分におろし系のタレをかければ完成です。いただきます。うんま。